はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ2、イルトルカの不思議な鍵、続きやっていきたいと思います。今回ね、転生モンスターを捕まえようと思いまして、今捕まえてるのが、今ここにいないですけど、サボテンゴールドとね、あとね、ハートナイトですね。サボテンボールの転生モンスターと、スライムナイトの転生モンスターしか捕まえてないです。だからね、キメラとかね、ファーラットとかね、いるみたいなので、とりあえず今捕まえられるのとか、捕まえようかなと。あとね、行ってない場所もあると思いますので、まあ、モンスターを捕まえながらね、まあ、うろうろして最後ね、時間が余れば、まあ、配合でもしようかなとかね、そういう感じですね。キメラね、飛んでますので、おお、キラーパンサーがいる。これ飛んでこないかな。あ、来た。これ捕まえたら嬉しい。4体配合だからね。おお。これ結構 C とかだ D だっけ、これそんなに高くなかったけどね、今だったらもう捕まえられるんじゃないかな。あ、やっぱり結構きついね。まあ、こういう発見も混ぜていきましょう今回ね。 D か D だけどいいもんねこれね。あれそうですよね、よし、これムーンキメラだ。これってどんぐらい強いんだろう、ちょっとわかんないけどね。燻製肉もいらないかな、ちょっともったいないかもね。案外いきなり強くなってるとかね、そんなパターンもあり得るかもしれない。強さがね、まあどんぐらいかわかんないけどね。 5% か、おお結構高いんだ。あ、でも捕まえられなくはないね。どうだ、 OK 3体目ランク D。連続ミカーシャップ。ムーンキメラ。よっしゃ。あと、まだいるね。月光魔鳥ハンター。ここもね、まだね、行けない場所とかあるんですよ。パネルもね、普通のとなんか金色に輝く翼みたいなのがあるので、多分ね、今やってる場所を攻略してからじゃないかなと思うんですけどね。このファーラットだね。これも戦ってると転生モンスターが出てくるのかな。いました。戦ってたら出てきましたね。ピンク色の。ピンクボンボン。ここも転生モンスターね。そうだね。これも。どうすかな。いけんのかなこれ。この辺りだったらまだ。ムーンキメラ結構ね、まあ、きつかったかなって感じはするけど。あ、大丈夫、全然いけるわ。むしろムーンキメラの方がきついかもね。よし、だんだんきつくなってくんだろうな、これも。連続ミカーシアップ。ランク F なんだ。あー、そうなんだ。あ、ここ D だもんね。バルンバとかいらないわ。これもいらない。転生モンスターで埋めていこう。よし、じゃあ、あとは、お、ピンクボンボン。桃色、毛玉、獣ハンターかな。あとはね、まあ、ここも行ってない場所結構あるけどね。ですね、このマンモデウスがいるところなんですけど、多分ここら辺だと思うんですけど。アルミラージだね。多分転生すると思うんですよね、これも。えい。まあ、踊らせてね。まあ、これもね、あ、そんなんあるんだと思いましたからね。あ、いた。やばいな、これ見つかったら逃げんな、これ。なるべく壁寄せでダメかな。えい。OK。これでテンションダメと肉投げて、やればいいよね。よっしゃ、出てきた。これ転生モンスターだよね。ゴールデンコーン。倒しちゃうかな。テンション。どうだろうな。HP がどのくらいかわかんないからね。会心とか出てもしかして倒してしまう可能性も、なきにしもあらずだね。あと、迷いの森にね、多分長老獣いると思うんですよ。多分そのぐらいだと思うんだけど。
とりあえず今のところはね、ボートでもいいですからね、勇気スキルを抜け殻辺に持たせてもいいかも。お、いける。OK。あとは、じゃあ、ゴールデンコーン、ランクいいか。ヒートアップ。おー、ゴールド増える。ゴールドマシかな、あれはね。よっしゃ。今、アルミラージもついでに捕まえてましたからね。同じランクだけど、やっぱね。これは何がつくの？黄金一角獣ハンター。まあ、このドラケ10にいましたからね。今、海賊の鍵を使ってね。まあ、来たんですけど、ここもね、ちょっと行ってない場所ありまして、どこら辺から行けばいいんだろうな。コロニアかな。雨降りにね、水かさ増すとこ、ありましたよね。あそこ取ってないんですよ、自分。こっち側だから、あ、飛んでいく。なんだあれ。お、おお、こんなんいいんだ。セミモグラ。これはいきなり捕まえられるんじゃないか。これも初ですね。セミモグラ穴から出たの、出てんだね。ああ、結構、そうだね。そのまま100いくかなと思ったけど、いかないんだね。よっしゃよっしゃ。まあ、まだみんなモンスター集めいいですね。面白いですね。最後、配合しましょう。ちょっとレベル上げないといけないね、それもね。こうピンクボムもいて、トロピカルスライムも取ったね。あ、でももう一体ぐらい捕まえてもいいかも。前、リヴァイア様呼んで渡ってる最中に天候晴れちゃったんだよね。ここ渡ったら晴れるとかない？律儀に待ってくれるリヴァイア様。これもね、まあ、そうだね。今はちょっと無理だけど、後でね、捕まえられるんじゃなかったっけな。だ、まあ、だいぶ後でしょうけどね。まあ、作ったりもできるんですよ、これは。まあ、それはまだ全然先の話なんで、まだ本当に全然出てないモンスター同士で合わせるみたいな、そんぐらいのレベルなんでね。まあ、その時にまたやりますけど、まだ先のパートになりそうですね、これはね。よし。また、リヴァイア様呼んどいて、この状態の時に、あの島って行けないのかな？リヴァイア様が守ってる島。呼んどいていたら怒んのかな？まあ、いいや、とりあえずいろいろ試してみよう。これの、あ、炎風差がいいんじゃん。2枠。これ水かす増してるよね。あ、やっぱり。これを、この上ね。なんだあれ。あー、これ取ってなかった。お、ビーストチョッパー。ああ、とりあえず上がるってことはないね。よし、だんだん埋まってきていいね、これもね。ドロルーバ。ここにも宝がありますね。目覚めの針。炎風差がいいね。まあ一応捕まえてますけど。配合要因にはね、ちょっといいかもね。ガメゴンも別に今、そんな特別必要って言ったらそうでもないかなって。こう、プチュールとかも捕まえとくか、なんかの材料になるかもしれない。多分ね、ランクの低いモンスターでも、高いモンスターとかになってくるとね、低いモンスターを作ってない時もあるのでね。まあ、セミモグラとかもそうですけどね。まあ、見つけたからよかったけど、多分あれも、まあ、弱いモンスター同士だったら作れたりすると思うんですよね。ただ自分が作ってないだけであって。まあ、捕まえてもいいですし、作ってもいいので。トロピカルスライムもなんかの材料なんだろう。で、ここを呼んで、リヴァイア様が来た時戻ったらどうなんだろう、怒んのかな怒んのかなとか言って。あそこの島。まあ、行けないんだったら行けないでいいけど。とりあえず、まあ、検証は大事だからね。まあね、ダメだったらダメでね。まあ、これ、捕まえられるようなところまで行けば、
まあ、いつかは大丈夫なんでしょうけどね。これ、このままにしたらリヴァイア様、怒んないかな。リヴァイア様の島に行きたいんですけど。読んどけばいけんだ、これって。で、何もないの、ここには。何もないんかい。マータイガーとかいんのかなとか思ったけど、そうでもないんだね。一応真ん中の島は、まあ行き方わかりましたね。渦潮キングって一回しか会ってないんだけど、この中にいたの。ああ、はは何ああ、リヴァイア様戻ってきたね。真ん中の島にいると戻ってこないんかな。いやーいいね、こう面白いね。あそこは何なんだろう。この中も飛べる場所なかったっけ。なんかあったよね、飛べる場所。そういうとこも行ってみようか。じゃあね、長老寺捕まえて配合して、まあ、長老寺配合じゃないけどね、長老寺も多分何回に使えると思うんですよ。確か、記憶が正しければ。まあ、後でやりますけどね。まあ、今はそんなやんないですけど。とりあえずね、飛んでいけるようなとこ多分あると思うので、この横とかってなんな？これ裏側になんかない？気のせいかな？なんか見えるんだけど。裏口とか。え、なんか天候悪くなってきたけど。あ、あー、なんもない。多分、チールがいるだけか。しかも、溶岩だし、これ。あーな、こんなんもあんだね。まあ、まあ、まあ、なんかあるってわけじゃないけど。普段回らないような場所もあるとね、結構面白いですよね。ここだね。まあ、クリアしてからとか回ってもね、面白いでしょうけど、今回っても面白い場所ってあると思うんですよね。イエーイ。お、条約層。奥はまた宝が見えるね。真ん中行くとどこ行くのこれ。マグマスライム。マグマスライムいいね。これもまた配合で使えるかもね。お、銀の塊。まあ、カルシファーとか言ってましたけど。さて行きますか。羽の生えたね。お子様。おお。来て正解です。何なんだこれは。死神殺し。まだ多分あるかなと思うんですけど、行けるとことね、行けないとこあるんで、まだね、反応しないとこもあるんですよ。まだ先の話だと思うけどね。ここもそうだし、北の山もね、飛べる場所あったもんね。で、迷いの森も多分飛べる場所あって、そことかにいいんじゃないかなと思うんですよね。これだ。これはいけると。あ、条約層か。なんで悪魔壺かと思った。改めて北の山来るとこんないんだね。スララスライム。今どっちだ。あ、踊っているってなんなかったね。
踊らせたんだけど、あのフュージュに当たりましたね。勝った。は？何あれ、マヤドって。マジっすか。おー、よかった。強いな、これ。30! あ、これは強いよ。右側にもね、なんか飛べる場所あったんですよ。なんか一番上とかになんかいそうだけどね。ここはいける。なんかいた。迷いの森なんかいた。ね、これってどうなんだろう。グランドクロスとかやればいいかな。あ、待った。あ、倒したかな？倒したな。テンション、テンション、テンション。ちょっと一回試しに。連続5ぐらいついてなかった、今。おう。OK。これちょっと強くしてみるかな。イエローファイター、混乱ガード。守備力アップ。連続ザキブレイク。あ、いいな、これもな。23かレベル。スキル振っとこう、とりあえずは。まあ、配合するときに触れますけどね。なんかいろいろ見たことないのまたいるかもね。あんな、一回クリアしないと多分出てこないよね、あれ。前行ったとき出てこなかったもん。ほうほう、早い早い。ユニコーンの代わり出てくるの、これもしかして。ただね、ここね、飛べると思うんですよ。で、この先に、いるとすれば、長老獣がいるんじゃないかなっていう気はする。あ、マンイーターがいる。あれも捕まえたいね。やっぱいろんないますね、ここね。いけんだろ。長老獣もこんぐらいきついかな。あとね、ランク A のね、あの対戦もありますよね。そこも多分いけんじゃないかなと思うんで。ああ、やっぱガプリンか。落っこってくるの。これいいの落っこってきますね。なんか普段手に入らないような。ね、世界中の雫とかね。ここか？あ、なんか木いっぱいあんな、これ。ここ行ったり来たりしてれば出てくるかも。とりあえず人面獣出さないことにはしょうがないな、これ。いますね、ここに。ドン。ノー。ちょっとね、今ね、迷いの森行ったらね、目の前にマンモデウスがちょっといなくなってるんですよね。これ、また歌ったら眠らせてくれたりするのかな？大臣に声をかける。あ、やっぱりそういうのできるんだ。はい。違う場所にいるんですよ。でっかいクレーターがあるとこ。だからもしかしたら、まあ、長老寺も大事だけど、まあいろいろね、いろいろやってますんでね、本当に。イーストリア行って、まあイーストリアじゃなくてもいいけど、
マンモデウスが別な場所にいるので、こっちはね。お、これ初だね。キツネビだっけ、あれ。今なんかいたな。ちょっと待った。それも大事だ。いた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 。これ捕まえよう。これもレベル高いかな、もしかしたら。クリア後に出てくるやつだよね。あ、いけますね。キツネビはそんなでもないね。30もないでしょ、レベル。スララスライムがちょっと強かった。17か。いきなり赤い霧。赤い霧か。まあ、後でね、まあ、いろいろ、あるでしょうからね。マンモデウスの鼻に乗って後ろになんかあんだよね、あれ。いけると思うんですけど、また。出てくるモンスターも違うんかな、これ。前登んなかったけど。あ、肉があるんだ。はい。体の中通りますね。イルルカのこういうとこ面白いっすよね。後で行ったらね、行けるようなとことかね。まあ、洞窟あるし。ここもルーラーで行けるようなんじゃない？まあ、ちょっと強そうでしたらまたね、今度後回しにしますけどね。長いな。キツネビがいる。なんだあれ。狐人さまよう鎧。ああ、ちょっと強いか、これ。さまよう鎧んな。んなんついてんの？もう落ちてるし、一番落ちてほしくないとこ。なるほどね。そんなに広くはないのかな。お、パンチレベルいきなり50ですね。なんかいいんだこれ。つららスライムがいる。寝てるんだったらいいや、もうほっとこう。お、氷の結晶。キラースコップがいいんだ。はい、オッケー。まあ、回ってみましょう。回れるんだからね。さまよう鎧。服装同士、ベタンブレイク。長老獣捕まえたいんだけどな。次回ぐらいになるかな、ランク A は。ランク A もちょっとやりたかったんですよね。まあ、滑り台があるんだ。なんかあんな、これ。あ、やっぱり。の、幸せの種。まあ、行ける場所は2か所あるけどね。結構広いな。後でまた行けるようになるかな。あ、ブリザード。あれは捕まえる。
前ね、戦ったのはね、まあ、いいかなって感じなんで、とりあえずもうちょっと、今回ね、予定外のところを見つけまくっちゃったので、時間かかりますので、本当はね、ランク A の場所を時間あれば行こうと思ったんですよ。だけど、転生モンスターね、多分ね、あと、長老獣とトンブレロぐらいなんで、まあ、トンブレロは次のパートで捕まえればいいんで、トンブレロというか、多分あれ、アルケミストになると思うんですよね。スララスライム落っこって起爆じゃん。あそこから来たんか。なんかいんな、ちょっと待った。一応ね、これね、グリーンフィンクスいたじゃないですか、前に。あれ級だと思うんですよ。まだいけないんじゃないかな。まあ、どうだろうな。19とかじゃきついだろうな。後で来よう。長老獣だね。氷のダンジョンのちょっと難しい、まあなんだろうね。まあ中ボスじゃないけど、ちょっと強いモンスターって言えばいいんかな。だから所々にいるんで、こういうのね。だ何人かね、海賊のところにマータイガーとかいんのかなとか言ってましたけど、あれも多分強いと思うんだけど、いたとしても。まあ、とりあえず今捕まえられるの無難に捕まえとこう。うん。いました。長老寺やっと出てきた。ぐる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 回ってて。よーし。これはぜひとも捕まえたいので。これ踊ってるよね。周り邪魔だな。一体しかいない。よし。どのぐらいのもんなんだろうね。とりあえず攻撃を2体ほどやってみて、あと貯めるって、もう100までやっちゃっていいかな。それでいいや。去った肉。毒では死なないと思うけどね、どのぐらい強いんだろう。やっと出てきたからね。3周くらいしましたよ。ここの森。まあ、ここにいんのかなとは思ってたけどね。やっぱここにいんだ。テンション。スカラングとかでもいいかな。落ちたら嫌だから、とりあえず。なんでそんなん使うの？マジかよ。目覚めの針。おお、怖。勘弁してほしいな、これは、さすがに。目覚めの針。これは勘弁してほしいな、本当に。まあ。行ってみっかな。なんか、ラチが開かない。ああ、いけそうか。うわあ、100であれか。誰か。ああ、怒るか。あ、大丈夫。肉あげたときなんか大丈夫的な話は聞いたことあるけどね。まいったな。MP つきた。よし。これはちょっとチャンスだ。MP つきましたね。世界樹の葉。ここかな。ミラクルソードで落ちないだろう。オッケー、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 オッケー。さて。よし、使えない呪文をずっと使ってくれるとありがたい。よし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 。よし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 。
もう尽きて、ね、1から3回行動だね。たまに攻撃やってくるんですけど、ほとんど呪文使ってくるんで、MP なくなったらもう、いけるかな。結構食らわしてますもん。100で結構ね、ああ、いける。なんか今変な意だけどね。64だったらいけんだろ。どうだ。よし!これさえ捕まえてしまえば、ランク C か。そうだね。よっしゃ、長老獣捕まえました。ここだね。もう今回配合しようと思ったけどね、配合する時間がなかった。よし、じゃあまた次回ね、やりましょう。今回もこれでいいです。ちょっとね、思ったより結構きつかったね。はい、次回またね、ランク A の鍵と、あと天空の、まあところもね、転生モンスターいると思いますので、まあ、そんなん捕まえながら行けばいいかなと思うんですよね。おそらく今、トングレロとなんか腐った死体がね、転生モンスターになるような話してましたよね。だからそこら辺行ければいいかなと思います、次回ね。ということで、まあ、着実に、まあ、モンスター集まってきてるんで、あとは配合でね、まあ、時間あればちょこちょこやっていきますので、まあ、そんな感じで進んでいきたいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。